原田、今度はどうか。おお、2本連続木村。いやー、両チームいいですね。ライド特殊コボール、ヤニマから左に展開して原田、ナイスキー。原田を取るのはチャージングオフェンシブファールという判定。そして原田、今度はどうか。おお、2本連続木村。いやー、両チームいいですね、ゴールキーパー。原田和沙は現在シュート確率ナンバーワンなんですけども、それを2連続で止める木村正剛。いや、前半とは展開